からもう20年以上経つのか。半丁際にゃ寝がちゅことを長時間にゃもね、どこばら騒ぎやがって。そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て。てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのは。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかねえ。力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやすさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。キリュウ、お前ならどうする。あれから20数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そのようなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。
まあええ、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中は浮かばれやしない。